もこんにちは、にゃんゆりです。今回も長野旅行の Vlog になります。早速みーちゃんが起こしてくれてますね。おはよう。起こしに来てくれた。ありがとね。前日スーパーに買い出しに行った際に朝ごはん用のパンもね購入していたので、朝はねみーちゃんに見守られながらパンを焼いていきました。でね、ここはお外に食べるスペースのある宿だったので、せっかくなのでこうやって持ち出して食べてみることにしました。なんかすごいさ、長野のさジャムとかさ、うん、昨日の残りとか買ったパンとかさ、うん、ちょっといろいろで朝ごはんね。わー、いいねこういうの。気持ちいいねミント。お、気持ちいいですよ。ミントも朝ごはんタイムだよ。どうぞ。結構な土砂降り予報だったんですけど、ミントくんの力でこの日はちょっとね真夏日ぐらいに晴れまして、晴れたお天気になりました。それであまりにもね気持ちいい場所だったので、宿を出る前にミントくんとね少しのんびりお散歩をしてみました。車で中心地から離れたところの宿に来たので人通りがほとんどなくて、みんちゃんも気持ちよさそうに歩いてましたね。で、すっかりお散歩に満足したみんちゃんと次に向かったのは温泉街ですね。ここ野沢温泉になります。みーちゃんは温泉には入れないんですけど、温泉街をちょっと一緒にお散歩してみようということで歩いていきました。途中に温泉まんじゅうを売ってるお店があったので、ベンチでね食べることにしました。じゃーん、温泉まんじゅう。温泉まんじゅう包んであるけど出来たてなんだよね。出来たてめっちゃあったかい。あったかかった、びっくりした今さって、似てる、似てるよ。似てる子。おまんじゅう。おまんじゅうだよ。気になる、気になるね。ピンちゃんにも皮の部分ちょっとあげようか。ちょっとだけね。ね。おんじゅう、おんじゅう、ちょっと。ちょっと皮の部分あげようね、これね。ちょっとだけ。はい、どうぞ。気分味わいな。おいしい、おいしい。ピンちゃん出てきた。出てきたね。こんにちは。ご挨拶。優しい。優しい。いつもここで看板犬やってんの？このワンちゃんすごく人にもワンちゃんにも懐っこい子で、全く吠えないし、ミンちゃんにすごく嬉しそうに尻尾を振ってくれたんですよね。ミンちゃんとお友達になってくれる優しい可愛いワンちゃんでした。で、ママとミンちゃんはね、のんびり休憩とかしてたんですけど、パパは一人でね、野沢温泉に入ってきてくれました。ちょっとね、その様子はパパに任せて、チラチラと撮ってもらいましたので、少し映像でお届けします。はい、パパと合流して、次に向かったのは、この場所。皆さん知ってる方多いんじゃないかな？善光寺ですね。ここはね、牛に惹かれて善光寺参りっていう言葉でも有名なお寺なんですけども、我々はね、もこもこシーズンに惹かれて善光寺参りしてきました。この日ね、全然知らなかったんですけど、行ってみたら棒が立ってて、この柱どうやら恵光柱というらしくて、この柱に触れるとね、ご本尊様に触れたのと同じ御利益があるということでね、人が行列をなして触ってました。ミントは直接触れないから、ママがね、はい、抱っこしながら触ったらきっとママの体を通じてミントにも御利益あるから、ね、ミントに御利益受け取っていただきます。それをやろう。された。ミミよかった。
よかったね、はい、ミントにも全身に浴びてもらえな、はい、ミントにも、はいはいはい、ワンちゃんが健康なワンコでいますように、ね、頭良くなれ頭良くなれ色しるべってさ、うん、面白くない？この色ごとにあんの。どういうことこれ？好きなの選べんの？くじ術から棒を引き、その色をご確認ください、うん、はい、その棒との色と同じ色のおみくじを。あ、なるほど。はい、じゃあお金を入れまして、お金入れて、ミンミンミン、あ、ミンミンパワーを得ている。ミン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 、よし、このパワーのこもった手で黄緑色引きたいな。なるほどね。黄色が出た。黄色だわ。両手にミンミンパワーを得て、パワーこもってるよこりゃ。いいね。よし。さあ、引けるか大大吉。せーの。はい。はい、大吉。早かったな言うの。はい、でちょっとおみくじは残念だったんですけども、たまたまね出たところでワンちゃんと入れるお蕎麦屋さんっていうのを発見しまして、あの志村動物園っていう番組で志村けんさんもねワンちゃんと一緒に来たことがあるお店で、2席だけねワンちゃんと入れる席があるお店です。ワンちゃん、お蕎麦屋さんだ。お蕎麦屋さんが抱っこされていいね。嬉しいね、一緒に入れた。嬉しい、ここは貴重なお店だね。パパもママもね天ざるを頼んだんですけど、すごく美味しくて、サクサクの天ぷらとね香り豊かなお蕎麦堪能いたしました。そしてその後はもうね長野旅行最後のスポットになるんですけども、次はねみんちゃんもお腹を満たせるこんな場所に行きました。サニーテラスというねドッグカフェですね。ワンコグッズもいろいろ取り扱ってるんですけども、店内にはいろんなワンちゃんイベントのお知らせが貼ってあってね、見るとワクワクしますし、インテリアもすごくおしゃれな感じで、ワンコと人が楽しいランチタイムを過ごせるカフェだなと思いました。ワンちゃんのメニューもある。豊富だね、メニュー。どれがいいかな、ミントにはね。どれがいいかな、ミント。もう来るよ、メニュー。ミントの、ミントのご飯来るよ。ミントの、ミントのハンバーグだわ。ママの、ももを踏み台にして。待ちきれないんだよ。待ちきれない。かわいいやつ来たよ、おいしそうな。ミュウミュウ食べる？これ食べようか、食べようか。ちょっとママがこれに取り分けてね、ほぐしてあげて、ほぐしてあげる。ちょっと混ぜてね、ちょっとママほぐしたから、これあれれれれれれちょっと混ぜきれない、あれれ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 、おけという前に食べてるね。あ、ユージョンのようにママたちの来たら、あれこれもこれも美味しそうだねって見てる。これミントのせて見てるね。気になってるけど、これはママたちのだからごめんね。どうぞ。めちゃめちゃママのね、ももに足を抜けて踏み台にして食べてる。買えるものは何でも使って食べる。でもここに手つかなくて偉いね、うん、パパとママはねお蕎麦食べたので、デザートでワッフルとサンデーを頼んで、美味しくて大満足でした。で最後にみんなでねグッズコーナーを物色したんですけど、おやつのね試食コーナーがありまして、食べさせながらおやつを選べるのもすごい素敵なポイントでした。そんな風にね、みんちゃんといっぱい楽しんだ長野旅行だったんですけども、まったり家族の時間を過ごせたかなと思います。これからもね、みんちゃんと一緒にいろんな県に遊びに行きたいと思います。それでは、ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。